私で35ペソだ。フィリピンで一番対照的なパンなんですが、これが、普通マヤで買うと1個2ペソぐらいです。これは1袋1ダース入りで35ペソかな、ちょっと3ペソくらいになります。まあ、これの方が非常に、まあ、対照的ですけど、一般的なのは非常に美味しいというか、ね、日本のスカスカのパンよりは非常にパンらしいというか美味しいです。ちょっと食べてみます。日本のなんか化学製品かなんかみたいなスカスカのパンとはちょっと違って、非常にパンらしいです。美味しいです。で、こっちのコーヒーはですね、まあ、基本的にコーヒー粉とか、こういうインスタントコーヒーに、ミルクとか砂糖とか入ってる、こういうの結構みんな飲むんですけど、どうも、レギュラーコーヒーをやっぱり飲みたくなります。それでスーパーで買ってきたのが、まあスーパーというかモールで、以前買ったのが、バタンガスのフィリピン産のだったんですけど、今回はブルノーツという、これ250g で333ペソ。コロンビアさんは、まあ、普通に、まあ、生のコーヒーというか、まあ、バタンガスのはちょっと、粗挽きのせいか、ちょっと自分には合わないんですけど、こちらはまあ普通に合います。まあ、やっぱりどうもレギュラーコーヒーを飲まないと、ちょっと、本当に、なんとなく、調子が出ないと、やっぱり、これはもう、